Thank you.
さて、それではそろそろ X イベントを始めていきましょう。はい、今日は人数少なめなのでめちゃくちゃなルールでやります。めちゃくちゃです。じゃあとりあえず皆さんキャラクターを決めてもらわないといけないですね。少ないのではちゃめちゃルールでやります。よろしくお願いします。試合この試合ラストでお願いいたします。皆さんキャラクターを書いてください。これなんでこれ再生になっちゃうの、おかしくない？あ、 OKOKOK、 できたできた。あ、草くんも書いた。キャラクター書いて、皆さんキャラクター書いてください。今日は1キャラでお願いします。
はい、じゃあ、あの後悔しないように今のうちルールを説明しておきます。毎試合ルール変わりますんでよろしくお願いします。じゃあ X 勢はの試合ストップしてこちらにメインキャラ書きに来てください。お願いします。僕も入ります。2回転バイソン、2人とも出てくれる。 OK。 はい、今日のルールは毎試合僕がくじを引きまして6分の1でルールがガラコロコロ変わりますのでご了承ください。まず数字の1を引いた場合、通常ルール全く変化なし、いつも通りのルールです。そして2を引いた場合、相手とキャラクター入れ替えになります。はい、3を引いたらエースを使ってる人は X キャラでそのままですね。 X 使ってる人は S キャラになりますんで、はい、バルログとか結構大変な目に遭いますね。そして4番、相手のキャラを指名できます。これ熱いですね。相手にのキャラを指名できるんですけども、相手からもキャラ指名されるんで要注意ですね。はい、そして5番目、これグリグラさん発案の点数で勝負。3ラウンド終わった時点で全あのラウンド全部取り切って勝ったはずなのに点数で負けてたら負けですね。はい、そして6番目、残りタイム50カウントからスタートです。点数で勝負は結構あの必勝法がありそうな感じがしますね。はい、それでは皆さんキャラクターを書きに来てください。では破天荒さんと小江戸さんはメインキャラでいいのかな。リュートベガ、あとはバイパーさん、バイパーさんは X ホーク OK。 僕 X バルログでいいです。 X バルログで。はい、それではトーナメント表を作っちゃうので少々お待ちください。
よし、それじゃあもう来ないかな、大丈夫。はい、ではやるよ。シャッフルシャッフル。はい、それでは決定いたしました。皆さんそろそろこちらにお願いします。シードになったのが草機械焼き鳥ですね。では1回戦第1試合、バイパー対イロハ、バイパー対イロハいきましょう。ではまずここに来てじゃんけんをしてください。これは、いや、この試合が終わった段階で、そう、取ったラウンド数に関係なく最終的に点数が多い方が勝ちです。3ラウンドやって、はい、Sキャラは不利ですね、明らかに。フォークも不利ですね、確かに。はい、それでは始めていきましょう。まず第1試合はバイパー対イロハ、点数勝負、スコア勝負となりました。ピンク色です。はい、次の試合、マキリ対手ですね。さあ、それでは始めていきましょう。スパ 2XNVC2 ランバと2オン2と歌ってますが、今日は2オン2ではなく変なルールでいきます。変なルール、まずこのファーストアタック3000点、これ重要ですね。そしてリバーサルを出すと1000点入るのでおすすめです。さあ回されて、さあこれ光るとだいぶ有利。お、これは台風回って8300点、そしてコアが入って15000点。 S キャラにはなかなかきつい点数なのではないか。そしてファーストアタック、さあ単発のキャラですからね、バルドグはなかなかきついものがある。テラーもないのかのでコンボ点が稼げない。さあ台風回って、これはトマホー、さあ普通に終わるのか。うっ、さあ大苦労一戦、天候率が悪い、お互い悪い。うお、さあ何を狙う、どの技が点数が高いんだ。1000点の技で殺したいですね。ああ削りで、これは普通にバイパーホーク勝利ということで、はい、まずは1回戦勝ち抜き、バイパーマキリ対手、じゃんけんしてください。じゃんけんで 1P2P。 あ、どなたかあのリセット係お願いします。はい、次の試合小江戸対青葉、じゃんけんを済ませておいてください。ではマキリ対手、では先にくじ引きしますよ。さあ6番、残りタイム50カウントからスタート、50カウントまで何もしちゃダメ。これダルシム有利わかんないですね、はい。残りタイム50カウントになった瞬間からスタートです。はい、それではどうぞ始めてください。そこまではレバーもボタンも触っちゃダメです。あ、違うな、ためキャラがあるからためてはいい、ためてはいいけどしゃがみはあり、
しゃがみ、ああのこれはためキャラじゃないから、まあ、ニュートラルにしときましょう。はい、残りタイム50カウントになった瞬間からスタートです。さあこれはダルシムにとってはどう出るのか。コエド対アオバ、じゃんけん済ませておいてください。さあシュールですよ。うん、50カウント。さあフライングなしですね。フライングは即負けでそのラウンド取られてください。はい、50になった瞬間からスタートです。さあもうそろそろ、もうそろそろ、さあ2、1、ゴー。さあどうぞ。さあこれ焦りますよね、焦りますよね。やべ、もうそろそろタイムが光るぞ。おナイスサイク、そして燃やされてインフェルノとりあえず使ったが15カウントから、あースライディング。さあ毎回50カウントスタートです。さあ何もしちゃダメ、ガルシムのポーズを眺めましょう。あーヨガヨガしているぞ。さあまずあのジュースを飲んでもいいですよ。これ焦りますね、だいぶゲージに溜めてゆっくりとか考えてる暇がないです。残り10秒、7、6、5、早いなこのゲーム。3、2、1、ゴー。さあヨガファイヤー、そして突っ込んでいく、マクリが勝利ガード、外見がうまい。おー頭突き、そしてマクリの焦りが感じるぞ。わーこれは全然ワンチャンある。おー膝つかみ、一気に握りですか、レッパでタイムオーバー。タイムオーバーいっぱい起こりそうです。ダルシムの火力だと倒しきるのが大変そう。さあファイナルラウンド、さあ精神統一、じっくり時間を使えるのはいいところ。あとりあえずいろんなルール見たいからカード減らしとくね、これとこれね、登録。おーさあスタート、スタート、さあいい勝負から始まるが、遠距離戦なのでガルシムペースで、おー投げられる、でっかい。さあ手は守るつもり満々、あー危ねえ。死にかけていたが勝ったまで、ダルシム。さあ 6が勝ちですね。次青葉対小江戸、ちょっと待ってください。はい、ルールのくじ引きをします。どっちが引く、それでは今回は通常ルールとなりました。 1P 側青葉、 2P 側小江戸、始めてください。いやそんなことはないです、誰が引いても変わんないで。次グリグラ対キングナインです。1P 側がアオババルドグ、 2P 側はコエドベガ。さあ逃げるアオバ、追うコエドという形、通常ルールですので普通ですね、すごく普通なゲームに見えるぞ。さあ普通だとやっと実力が出せるとお思いでしょうが、そんなことはないかもしれない。シャガチュー、シャガチュー。さあ青葉がここは圧倒リードで、ショーで画面端から逃げ出す、これをまた追っかけ出すのは非常に面倒くさい。全
ング早出し、そしてゴロゴロが重なっている。さあこれを踏んづけて、おおはは確定した、ひどい話だ。そして大きさも全然見えないぞ、全然見えないぞ、全然見えないまま終わってしまった。青バス勝利、今日ダブルイルミネーションですんでね、まだ1回死んでもチャンスは残っております。じゃあキングナインとグリグラ、はい、それでは残る3つは相手とキャラ入れ替え、 S の場合は X、 X の場合は S、 あ、 S と X 入れ替えです。さあグリグラ S ヘイロンとキングナイン X 流、次僕と破天荒さんですね。これキャラ入れ替えと相手のキャラ指名しか残ってないね。やばいですね。 S 流、 S ヘイロン横横 OK、 いやもともと S 流、グリグラスーパーヘイロン VS キングナイン X 流、さあ知ってますね、中足でっか強すぎるんですよねこれ。久しぶりだが大きすぎず、熱空脚がないところをうまくつきたいところ、投げに対して暴れられるのが支援脚しかないので、支援脚さえカバーすればなんとかなる。さあ支援でこかして中盤中足でっか、あれは普通に繋がる連携ですね、非常に危険、飛びが入って中足劣化、ただの強キャラじゃねえか。さあグリグラ勝利、はい、まだ生き残ってますからね、帰んないでくださいね。さあ2回転対破天荒いきましょう。さあ2回転さんと破天荒さん、引いたルールは4番相手のキャラ指名、これは熱い、相手のキャラ指名ということは一世の背でお互い言うのかしら。そうだね、じゃあよく考えて相手キャラを選んでください。これね、じゃあまあ、はい、2回転来ました、はい、2回転が指名したのは X 剣、破天荒さんはザンギということで、ザンギ X 剣、これはまあ結構いい組み合わせになったんではないでしょうか。さあなんで X 剣に、あっといきなりキャラ選択間違えましたね、ザンギに対して X 剣、確かにザンギはね有利キャラが少ないからいい選択だったんですが、なぜか破天荒さんは X 剣を指名したと、うん、ということで、まあキャラ相性的には結構いい感じになりましたね。いや2回転残儀、そうだよね。破天荒さん竜使ってるんで、おっと弾くかこれは。さあテクいところを見せる、2回でニヤニヤしてる、さあ画面端まで追っかけて、あただ剣はね足技が化けるんでね、竜使いといえども結構別キャラですね。さあリバーサ昇竜、まあ、2回転さ、ね、いろんなキャラ使うんで、結構どのキャラ指名されてもそれなりに使う自信あったんじゃないでしょうか。さあ中足差し込んでお互いラウンド取ってラウンド3、これまあリュウと違ってやっぱ剣戦い方違うで、
超タイプ昇竜。あ、剣どうする、2回転どうする、飛びが入るが分かんない分かんない、ここでダブラリで押し攻めは、おっとこれ安全風、さあお互いゼロドット、お互いゼロドット、中足差し込んで勝ったのは2回転、かろうじてかろうじてものにした。はい、それでは草チュンリー対バイパーホーク、残ってるのが相手とキャラ入れ替えですね。さあお互いぶち切れ、これはね辛いのは草くんでしょうねチュンリー超楽ちんさあバイパーホーク超楽ちんだとバイパーチュンリー VS 草ホークです、はい、こんばんは。今日はキャラを違うな、毎回ルールが変わるという不思議な大会です。先ほどゼミキングさんが貼ってくれたのこれもう一回入りますね。さあバイパーチュンリーさすがに見たことない。そして草ホークは怪しい怪しい、あー嘘だろ嘘だろ、ぐちゃぐちゃである。毎回カードを引いて、キャラが、あ、キャラじゃねえ、ルールが毎回変わります。さあさあ台風回したからの、本当か本当か本当か、なんとサホークが勝利楽ちん楽ちんはい、機械対手です。機械対手、こっからカードリセットなのでまたルール引き直し全部からですね。手さん手さん、試合です。はい、6番残りカウント50カウントからスタートです。あ、ヒカイさん一緒で、あ、違くない、違うでしょ。はい、じゃあワンピーツーピーじゃんけんしてください。ダルシム対ガイルで残りカウント50からスタート。次の試合が焼き鳥対青葉です。焼き鳥対青葉、じゃんけんだけ詰ましておいてください。ワンピー側機械がいる、ツーピー側でダルシム。機械さん機械さん食べていいですよ、食べていいですよ、動かなければ。さあタンパ、タンパか、タンパは考えてなかったな、タンパはやばいね。ボタンはなし、レバーだけ、レバーだけ。さあ始まりました、残りカウント50からスタートなのでガイルがリードした後守りきるのが簡単になる可能性がありますね。うっテイダルシムが攻めあぐれてるぞ、残りカウントもう10、うわ曲げてやることがなくなった。扱いガイルがまずは1本、6番を引くとこういう体勢になる。前後移動は禁止です、前後移動は禁止です。レバーは溜めて OK。 さあ機械余裕を見せる。さあまたしてもダルシムのニュートラルポーズを眺めることになるとは。7、6、5、4、3、2、
ゴー。はい、スライディングからスタート。ダルシム結構しんどそうですね。あー、対空がまずい、これはまずい。スカイが攻める気が全くない。おー、ジャンプ魚も当てて、これはスカイが勝利。これガイル有利になりかねないですね。焼き鳥対青葉、それではさあ、今度は5番を引きました。点数勝負ですね。ファーストアタック3000点、リバーサル1000点、この辺は把握しておきましょう。ま、3ラウンド目、はい、そうです。最後の勝利のリザルトのスコアが入って決定です。はい、これ前あのスコア勝負で大会をやったことがあるんですけども、結局ラウンド取った方が強いです。もう負けるんだったらタイムアップですね、最低でも。さあ、バルログ対 DJ。 さあ、ヒョウが当たってリバーサジャック出ないでテラーで返される。焼き鳥かなり厳しい状況、ほぼパーフェクトで1点で抑え込まれる。これはもう盤石か。しかし DJ の火力を持ってすれば一瞬でラウンド取れちゃいますからね。さあ、中中入ってビオッタスパコンでいけない、欲張ってしまった。さあ、こっからめくりくるぞ。ナイスが、コンボが途中で繋がらない。さあ、ジャック落とした、めぐりテラーで、おお、今の強さが見ると。さあ、これは点数追いついたのでは、2000点ぐらいの差ですね。さあ、ファーストアタックで入れ替える、これはいい勝負だぞ。さあ、中足露骨にリバーサーを狙ってくのもあり。さあ、4ヒット2500点、ピヨってパーフェクト、焼き鳥勝利。3万点、グリグラ対2回転ですね。さあ、グリグラさん対2回転、引いたのは通常ルールということで、いつも通りの普通のルールということで面白くない。一番つらいと言ってるのは2回転。さあ、始めてもらいましょう。さあ、バイソンフェイロン、とヘッドで切って、なんか今うまいんだよ、なんか。さあ、火力で強引に持ってた2回転。前のフェイロン戦はね、やっぱこの強引さがね大事なような気がします。さあ、ヘッドにレッグが刺さって、こっからの置き攻めがちょっとあの時早かった。さあ、ゴチゴチゴチ、サンバからなんか当たってるぞ。さあ、クレイジーも溜まって、さあ、やりたいことやらせなかった2回転勝利。さあ、それでは草対機械ですね。
はい、残りカードは3枚です。は、残ってんのが2、3、4か。どれもやばいですね。はい、2、3、4、どれを引く。じゃーん、4、相手のキャラ指名相手のキャラクターを指名してください。 S キャラなしにしとこうか。こっそり教えてください。相手のキャラクターを指名です。超弱いキャラでいて、超弱いキャラ同士になるはずなので、よく考えろ。弱いキャラ同士で戦った時に一番弱いのは誰だ。むしろ相手に指名されそうなキャラからのどうする。ほうはい、それでは草サガット VS 機械キャミ、おいさあ機械が「おい」と叫ぶ。キャミーを指名されてしまった。ちゃんとやればかなりサガットより、だがこれちゃんとやるのは意外と難しいですよね。さあキャノンぶち込んだのは機械。おお、ササガットがよく分かってないぞ、これよく分かってないぞ。草君は2回連続でメインキャラを使えていないという状況。今のところホークとサガットしか使ってない。さあタイガーキャノンが当たる。強すぎスパイラル、サブキャラならではの決め打ちおじさん。これはあ、でも言っちゃうとあれかな、タイプはアパカである必要がないですね。さあ高め潰されてピーチ全部飛んでくる。スパコン削って角半取れない。ぐちゃぐちゃ飛んでるだけ。勝ったのはなんと機械、決勝戦進出。焼き鳥対2回転です。焼き鳥対2回転、引いたカードは X と S 入れ替えということで、よっしゃと言ってるのは2回転、焼き鳥 SDJ になってしまった。 SDJ 弱えぞ劣化版ですからね、単純にね。それに対して S バイソンは強化されてる部分もかなりある、まあ、スーパーコンボないですけどね、ダッシュストレート強いんでね、これは結構これはバイソン側がだいぶ有利になったんではないか。さあそう、なぜか2回転ぞ、生き生きしてるぞ、なんかさあこの DJ めくりってあんだっけ、あるか、あ、ないか、ないって、これ無理じゃないが通常技で押してくが、さあターンパは当たらず。さあ DJ めくらないでどうやって勝つんだ、これ地道に頑張るしかないな多分な。さあ
エアスラとか通常技でダメージ取っていくしかない。ただ S ダイソンのダッシュストレートが強すぎてエアスラング打てるもんじゃねえと、これはきつそうだ。頭2回転は1回バイソン対2回転ガイルですね。キャラ入れ替え、2回転ガイル、アントビが速い、サマ出していく、なんかっぽい動きですね。さあそれに対して深いバイソンが、ちょっとソニックの処理が難しいか。この前ガイルの間合い、やばいと言ってる機械。さあどうなるミランド、おお掴んで暴れていたところに中盤グランド、溜まってたけど出ない、アッパーからストレートできましたね。さあ3ラウンド目、中キックで潰していく、2段入って痛い、ピヨッタがそこはソニックだけか。ただアッパーで相打ちでいいか、あーこれがそうですね、ゲージをなんとか溜めた、歩きにしゃがみコパンで反応、2回転がウィナーズで勝利ですね。これは X でエントリーしてる人は X だけ、 S でエントリーしてる人は S だけでいきましょうか。はい、そうですね、はい。それではルーザーズ、まずは1回戦第1試合、いろはさんと青葉さんの試合は相手のキャラ指名となりました。今考えております。さあ何にする、オッケー、はい。それでは始めていきましょう、1P 側青葉ダルシム、 2P 側イロハエスブランカです。そうそうまず相手のキャラ指名が消えたダルシム対エスブランカ、やっぱダルシムってキャラを使わせるというのはね、手ですね。マジで使うの難しいんで、慣れてる人だと相当強いんですけども。さあそしてエスブランカ完全解除感、さあめくりがない、ステップがない、スライディングがない、
さあしかし伸びを落とすのがかなり大変。次負けりたいグリグラです。用意しといてください。さあ電撃をぶち当てたのはイノファエスブランカ。さあダルシム大変だぞ。対空がよくわからん。電撃流れる。エスブランカかかっちゃうのか。エスブランカかかったら大変だぞ。さあこれは落ちなき。噛みついて勝ったのはエスブランカ使いのイロハさん。エスブランカ使いに昇格です。マキリ対グリグラ試合です。あ、キングナイン対破天荒次ですね。お願いします。マキリ対グリグラ。はい、くじを。さあ、相手とキャラクター入れ替えです。マキリフェイロン VS グリグラケン。グリグラケンは使ってましたけどね、マキリフェイロンは見たことない。しかしよく対戦しているから使い方わかるでしょう。さあ色までこだわってくるマキリ。この色が強いんだと。ゴエモンから負けるとユリチカラって言われますからね、ちょっと要注意ですね。ユリチ結構強いと思うんですけど、バカにされるときは大体ゴエモンと比較されてるときです。さあこれはこれは攻めるのが難しそうだぞ。支援客に勝手に取っていく。破天荒対キングライン用意しておいてくださいね。さあ劣化剣がめり込んでしまう。左足。さあ支援客もらった。これはめくりがかなり遠い。そういうのもめくるの大変ですからね。さあ劣空のコマンドしていた。さあここから中足劣化剣。おっと遅らせ勝利1個。めくり竜巻左足。端っこに追い込まれる。これ厳しい。さあピクピク動いて。しかしフェイロンもワンチャンある。大足よく待っていた。さすがに動きは知っていますよと。グリグラ勝利。はい、さあそれではキングライン対破天荒。今回は5番を引いたのでスコア勝負です。 X 流対 S 流スコア勝負にするには勝たないといけないですね。 S 流側は小江戸対バイパー次試合です。小江戸対バイパー試合です。1P 側破天荒竜、2P 側キングナインスーパー竜。スコア勝負だが、ファーストヒットと根元勝利で3800点。昇竜拳。あれ、根元勝利って1000点じゃないの？うわー！さあ、稼ぎ切ったキングナイン、超うまい。さあ、こっから破天荒どうする？開幕、やり返して。うわ飛びが超うまい。さあキングライン端っこ詰めた。飛びがうますぎる。昇竜拳リバーサで1000点稼いだけど、スズメの涙だった。キングライン圧倒。さあ早かった。バイパー対小江戸です。バイパー小江戸集まってというかじゃんけんをやってますね。さあカード残ってんのは1と3と6です。1と3と6が残ってます。どっちが引いてもいいですよ。じゃーん。あ、
通常ルールです、通常ルールです。次がキングナインと手、キングナインと手、手さん、手さん、いいね。通常ルールとなったバイパーホーク VS ゴールドベガー、通常ルールではありますが、バイパーホーク金がね、ベガーには有利だと言い張っております。本当か、本当か。おーっと、防備ついのが入るが、コンドル入って立ち攻撃つく、バックジャンプ許さない。本当にホーク有利か。さあうまい、この相模対空がベガの生命線、あれを食らうとホークはもう次の瞬間攻める手がなくなってしまう。カウンター取れるとほぼピュリですね。さあコンドルヒット、これだけはまずい。さあ行こう、このサイコクラッシャーがいやらしい。さあナイトメアもあるので、わあ盛り上がりすぎた。さあ行こう、これは確定ですね。さあダルシムステージなので若干ベガに分があるんじゃないか。このしゃがみ中キック対空をベガはどう対処するか。ジャンプ強パン台風で一気に行くのか、ナイトメア。さあガードのやり方をちょっと間違ってしまったか。さあしかしバイパーホーク、こっからの守りは本当一気にですからね。おお、バイパー勝利。さあキングラインと手、試合です。さあキングナイン対テイ、残りタイム50カウントからスタート。テイさんは3回連続ですね。どうぞ始めてください。次イロハ対グリグラです。イロハ対グリグラです。これ決まってますね。 S と X 入れ替えです。残りタイム50カウントまでボッタチしてください。これちょっと微妙でしたね。次回はなくしましょう。残りカウント10か。それ飛び道具持ってたら強いんじゃないですか。さあ始まりました、開幕飛びというこのルールではほとんど起こりえないことをやってのけたキングナイン。ぶっちゃけ強いですね。さあ開幕は攻められない、その裏を取っていくキングナイン。残り15カウント、ものそぼそぼですよ。5、4、3、2、1、ゴー。さあお互い下がっていく。遠距離戦になった瞬間 SB はかなりきついが、このカウントだと削りもバカにならない、ならないダメージになりますね。おお、今のは届いてもおかしくなかった。燃やされてしまった。
どうなる。残りカウントが98、全部数えてらんないですけど、このゲームのタイム早いな。1秒で2カウントくらい進んでますね、多分。さあ残り10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゴー。竜巻ガード投げて画面端、いきなりバイピンチ。しかしさあぐちゃぐちゃにしていこうというみんなに気合が入っている。ハドぶちゃ出る。さあ危ない、インフェルノ竜巻、これはしょうがないか。勝ったのはデイダルシム。次も6を引きそうだぞ。手が勝利。イロハ対グリグラです。ルールは決まっております。 X と S 入れ替え、 X バルログ対 S ヘイロンですね。バルログです。さあこのルールを一番利用しきったと言っていいでしょう。イロハ X バルログ対 S ヘイロン、密着からスタートダメです。うわさあこの試合はどうなんでしょう、どうなんでしょうというか昔考えたんだった、タナシーさんがこれ終わりだよと。列行客がなくて投げる抜けがないから終わりだよと言ってましたね。さあ支援からの、うわー、おおタツキオーパー置いてある。さあイロハ X バルドグ未知の動きをしてくる。今日を支援で落として次はスレッカー、投げが通る、受け身っていうものがありますからね。イロハさん多分慣れてないですけど、さあ支援がうまい、中足でっかねじ込んだ、グリグラ勝利。次はバイパー対手です。バイパー対手、バイパー S ホーク対テ S ダルシム。あ、じゃあ出したけどじゃない、横です。あ、こっちも失敗してる。あ、リセットしてください。ダルシムは縦ですね、縦。かつて見たことがないバイパー S ホーク対テ S ダルシム、これは S ホークなんじゃないか。うわー普通に強いというかこっちの方が絶対強いですけどね。さあこだわりを捨てたバイパーパーフェクト。対するダルシム側はドリル3種類がありません。そして遠近を選べないという、昔はこんなキャラでよく戦っていたなという感じですね。さあ台風でこれは一瞬で終わるか、台風やってること分かんなかった。簡単すぎてつまらないらしい。さあバイパーさんは連戦じゃないや、ちょっと待ってくださいね。グリグラ対草、グリグラ対草です。
さあ草くん2連続ですね。相手とキャラ、相手のキャラを指名です。わかりました。それでは草ホーク VS グリグラザンギです。まあ、これはよくありがちですよね。ありがちですね。回転系の使えない人の方が多いんではないでしょうか。しかし先ほど草ホークはなんとバイパーチュンリーを破っている。さあワンピ側が草くんのホーク、ツーピ側がグリグラさんのザンギフ、めくってコパコパコパダイヤスにしてしまった。あの場合は実はスクリューに台風が勝ってしまう場合なんですね。なのでトマホークしか本当は逃げ手がありません。さあ欲張っていくダイヤス先端、ここハメができないとこの組み合わせは結構変わってしまうのではないか。打撃だけで戦おうとするサホーク。さあトマホー高めダブラリを蹴られてどうなる。さあ下がっていく。さあダイヤス超長いパーチコーキック。円柱パン、あの技はなかなか見ないが、それというのも残儀の大足に大体負けますね。さあ中足だけで追っ払いつつ 戦おうというのがサホークの狙い。ここで踏み込みすぎた。草ホークが2連勝やりますね。バイパー対焼き鳥です。バイパー対焼き鳥、今のところ3と4が消えてます。はい、それでは始めていきましょう。残りタイム50カウントからスタート。 1P 側バイパー、 2P 側ヤキトリ。ためキャラはためてもいいですけども前後移動はしちゃダメです。もうこれ負けでもいい。前後移動はダメです。ダメ。今のはまあ1回だけなんで見逃し。スタート前もうちょっと後ろかな。あの後ろの赤い服着た人の前らしいです。さあ始まりました。捕まえたのはバイパー。回して回してもう一丁仕込んでますね。さあ前後移動禁止です。溜めてもいいけど。赤い服着てこうやってる人の前ですねすげえ楽しそうだなあの人。さあ残りタイムが残あと10カウント。8、7、6、5、4、3、2、1、ゴー。開幕空から死んだ。早すぎる。10秒でよかった。時間の無駄。残り10秒で始めますそれだとね飛び道具キャラが終わってるぐらい強いんで。DJ って立ってるよりしゃがんでる方が小さいらしいですよ。押し合い判定が。ゴー。読まれていた。
点数を取ったのは焼き鳥 DJ。 さあ、あの高めコンドルですら落ちてしまうジャックナイフというスーパー性能がいい立ち強化うまいが、さあ惜しかった。さあ押し返して、ああいい位置か。うわー、バックジャンプ強キック、焼き鳥勝利。焼き鳥対草です。焼き鳥対草、焼き鳥さん連戦です。はい、残っているのが1、2、5、相手とキャラ入れ替え、点数で勝負、通常ルール。5番、点数で勝負。さあ、草くんはやっとまともなルールにやりつけた。いや、チュンリー超有利だからこれ。ぶっぱつパコンをね、3回狙うのがいいです。ゆずるくんはそんな感じでやってますよ、ね。さあ、この試合点数で勝負です。スコア勝負。さあ、トーナルスライディング、投げる、パチコキックで落ちない、潜り込む、わー、これは決まったか。もう無理か。これはまずい。1ラウンド終わって5万点差。焼き鳥に残されているのはパーフェクトっていうのがあったんですけど、恐らく今消えましたね。さあ、100列もらって投げる。うわっ、危ねえ。まず勝たないといけないですからね。勝った上でフィニッシュがどうなるか。僕がこの状況の草くんだったら全部投げ受け身で死にますね。投げが通る。草が勝ってルーザーズファイナル、機械と勝負です。機械対草、ルーザーズファイナル。さあ、残っているルグじゃんけん、ほい、あいこでしょい、スーピー。では残り2枚です。残り2枚、1と2。2はやばい。さあ、草くん引いていいの、どうぞ。じゃん、2番。さあ、ということで決勝戦は通常ルール決定ですね。さあ、相手とキャラ入れ替え、機械チュンリー VS 草がいる。ルーザーズファイナル。さあ、お互いやられて嫌なことやればいいんですよ。おお、なんと草ガイルが1本。まさかまさかの、おお、チュンリーお手軽だとはいえ、チュンリー使いにとってはおやつみたいなもんですからね。さあ、サマーで切られて、あー、ドドドン、ダンダン。しかしガイルにはあまり減らないという。うわこういうルールでチュンリーを使う人がみんな言う、これは楽だと思ったら前歩いて中盤押せばいいですからね。さあ、おお、伸びきりで落ちて、しかしくぐって投げる。司会さんがこの投げ回りを手に入れたら相当やばいのではないか。戦列ガード、おお、あるある、ゲンゲンからの、お、ある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 、両者ある、あるある、熱い、どうなる、どうなる、うわ、あー、勝ったのは機械。
さあそれでは機械が勝ち抜けということで決勝戦ですね。僕が、あ、もう1しか残ってないんで引いてもいいですよ。引きましょうか。決勝は2回転、ウィナーズの勝者2回転対、ルーザーズ機械ですね。で、決勝のみ特別に、2つのルールを混合でということで今先ほどルール、決まりました。相手のキャラを指名プラス残りタイム50カウントからのスタートというルールで決勝はやってもらいます。さあ今2人が悩んでおります。どのキャラを相手に使わせるか。はい、はい、2回転戦からの申告は終わっております。さあどういう読み合いになってるのか。決まった。はい、ということでじゃあお二人とも座ってください。残りカウント50からね。さあ、ワンピー側機械残技対ツーピー2回転残技。なぜか残技同士の同キャラ対決で50カウントからのスタートになっております。10秒。さああと10秒切りました。2、1。おい、今のはスキル1回で許すということで、じゃあこっからでお互い同意のもとスタートで。ただもう体力じゃない、時間がない。黄色い方が2回転か。いやーこれを崩すのきつい。飛んでる、ぴょんぴょんしてる。オアですね。ザンギ同キャラはこういう感じになるのかな。多分スクリュー読み合いでそれを咎める行動が、まあ、飛びとか感じなんでしょうかね。さあどういう読み合いでお互い何を思っているのか。さあゴングが近づいております。2、1、スタート。さあ飛びからスクリュー、飛びダブラリ読みかな。さあ地上でも制圧していく2回転とダブラリで引っかかる。表からスクリューまで繋いで、ただ時間はない。まだあるか。ダイヤ選択バニー投げられなかった。最後2回転残機勝利。本当クソブルですいません。
ちゃったもんねということで、とりあえず今日は、これで締めさせていただきます。お疲れ様でした。あれなんか後から来た人がいっぱいいる。うわお、後からいっぱい来た。もう終わったよ。はい、ではいつも通りのじえ楽しんでください。
Push! 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 Push!
We'll be right back.
ました。